おいじっちゃん、草取ってきたよ、わらわら。君には一生の借りができてしまったな。さあレシピをやろう。正しく調合すれば元気が出る薬ができるぞ。元気が出る薬？ちょっとそれは危ない響きですな。サブヤマサブコです。17歳です。そんでこれ、最大ライフが増える薬のレシピです。材料のナイトブロッサムが手に入らないので、ここでは1回しか作れません。次のステージのウェイストランドイーストに行けばナイトブロッサムが売っているので2個目が作れますが、今度は砂漠の胞子が手に入らないので、このゲーム中合計2回しか作れません。多分砂漠の胞子がまだどっかにあれば3つ目が作れるんだろうけど、いちいち探す気にもならんしな。マイナーゲームゆえ攻略サイトもなきに等しいし、どうでもいいや。そもそもこのゲームは体力、ゲージ、デモンがないからどれくらい最大ライフが上がったのかってのもわからんし、いまいちありがたみがない。ここがクレアラシルジーさんの研究施設か。アポフィス衝突後に生まれた人間で、ここまで博学な人物がいるとは驚きだね。やっぱり彼も、フォールアウトの、ボルト、みたいなシェルターで、英才教育を、受けてきたんだろうか？お前さんがクリートンの使いか。それを早く言え。ちょっと待ってろ。市長がお前さんに持たせたものを拝見しよう。水に浮く、いわゆる浮き橋は見たことあるけど、空中に浮く浮き橋って初めて見ましたよ。初めてだよ。今知ったけど、レッカー読んだら修理費がタダなのか？だったら積極的に読んどけばよかったかな。マシンの修理費って結構かかるもんな。見せてみろ。そのクレイトンの心配の種をカウンターの上に置いてくれ。なんかすげえな。おい、この人アークの生存者より知的レベルが高いんじゃないか？いわゆる天才肌ってやつか。そういうミニコントができるようなプログラムまで入れてんだな。すごいけどそれはいらんと思う。フェルトライトか。よし、こいつを調べることにしよう。少し時間をくれ。そもそもだ、お前さんの存在も随分興味深い。他の連中とは何かが違う。でしょうね。アークに入れられる前に、うむ言わさず体中になんかいろいろ埋め込まれましたから。素晴らしい。非常に興味深い。お前さんの体内には小さなコンピューターが駆け回っている。もしディフィブリレーターをアップグレードしなければ、生きて戻るのは難しい。話がクソ長かったので要約します。この人、デッドシティにある巨大病院でオーソリティに雇われていろいろと研究をしてたんだそうです。でも働いてるうちにオーソリティが人類の発展のためではなく、自分たちの独裁体制を築くための新兵器開発にしか興味がないってことを悟って、嫌気がさして逃げ出し、今はレジスタンスに協力してるんだそうな。で、その病院の中にディフィブリレーターのアップグレードパーツがあるから取ってこいって言われました。ちなみにこのタスクを完了すると、今まで1回しか使えなかった電撃蘇生が2回使えるようになります。もちろん名前の通り、デッドシティは危険な場所です。オーソリティがミュータントを利用した生物兵器を作ろうとして失敗し、凶暴な突然変異種のミュータントたちが暴れ回ったので、街全体を瓦礫で囲って孤立させたんだそうな。なので街に行くには下水道を通るしかありません。早速汚いゲップの音が聞こえる。酔いつぶれたおっさんが寝ながらゲロを吐く時の音だな。あれ、触んな。加齢臭が映るだろ。明らかに巨大な生物が移動する音だな。オーソリティは巨神兵を作ろうとして失敗したのかな。お前らほんと恥さらしのダニの馬鹿だな。結局人類を滅亡させる要素って人間自身なんだな、きっと。
子供の頃よくやったよねこれ。スパイダーマン、って言いながら。うん、僕は今でもやるけど。すごく、大きいです。やっぱり FPS ゲームはそうじゃなくっちゃいけないね。うん。ボスはとにかくバカでかい。そしてタフ。クソほど銃弾と爆薬をぶち込んでやっと倒せる。って感じのやつじゃないと盛り上がらないもんな。クソ、こりゃ時間かかるぞ。こうやって、マシンガンを、撃ちまくれるのは気持ちがいいけど、ちょっとこいつら攻撃が単調だな。もっと他に攻撃バリエーションがないのかい？ケツから火炎放射とか出してもいいのよ。いや、マジに臭いんだけど。いいタイミングで中ボスが来たな。それじゃあ、ポップロケットを、たっぷりとぶち込んでやるぜ。ほうれどうだ？気持ちか？気持ちだろ？しかし、ミュータントの分際で、あんな武器をどうやって作ったんだ？自作のアーマーとかも身につけてたし、いろいろとおかしいとこがあるけど、深く詮索するのは予想。わあわあわあ。うわあ、手。随分とガッサガサのお手手だったなー。ニベアハンドクリームでも塗っときなさい。ミュータントだらけになる前は、誰か住んでたんだろうか。ここはあれですね。敵を、全部倒すまでは、次に進めませんよ。敵なイベント部屋です。早くしろ。こっちの事情を考えてよ。何か取りこぼしがないか、すかさず確認する貧乏性な私であります。自販機のお釣り返却口を見るたびに、指を突っ込む癖が治らなくて、困っている今日この頃。一度、なぜか返却口に服の、ボタン、が入ってたことがあったんだけど、入れた人間の気持ちがわからんでもない、僕も神社の賽銭箱に、いつもボタン入れるもん、てめえらなんぞボタンで十分だ、お裁縫でもしてろ、ってな感じでさ。ごめんなさい、今のは嘘です。なので神社の関係者様は怒らないでね。僕がいつも賽銭箱に入れてるのは、長渕剛の、CD です。さい銭箱に、100円玉入れたら、100円損して終わるだけ。こういう廃墟を探索してる最中に、人々がいた頃の生活音、なんかがかすかに聞こえてくると、なんかゾクってするよね。メトロとか、ストーカーシリーズにそんな演出あったな。お、こいつバッシュ TV のボスじゃん。てか、こいつらなんで背中に、タイヤ背負ってんだ？いや、でもちょっと斬新なスタイルかもしれんな。そのうちナウナヤングたちの間で、タイヤを背負うファッションスタイルが、トレンドとなる日が来るやもしれん。そういえば、自分の中で一時期、マオスーツ、が流行したことがあって、いつもマオスーツ着て出かけてたんだけど、みんなから、お前何がクランなんか着てんだよだせー、って言われ続けて、ついに心が折れてしまったことがあったっけか。できれば世間で、マオスーツの良さが認知されて、
流行する日が来てほしい。てかなんぞこれ？さっきのクラーケン、とかいうミュータントのスカ？何がどうなったらこんなことになるんだ？あそこまででかいと、歩き回るだけで大迷惑だな。頼むからじっとしててほしいもんだ。まあもっとも、ウピ主は、生きてるだけで大迷惑、って言われてるけどね。まあこれはしょうがないね。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。どうせ電源入れたら敵がわっさわら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 つう。敵に出てくるから、先に物資を拾っておこう。はい、スイッチ。そんで確かこの下に、クソ硬い上に、強烈なゲロを吐いてくる奴がいるんで、ポップロケットで抵抗するで21歳。こいつら多分、細胞分裂して、眉みたいな袋の中で成長して、外に出てくるんだな。ほっといたら際限なく増えそうな生き物だ。たまたま美味しいっす。先輩、ここ美味しいっす。もう十分堪能いたしました。もう許してください。こいつらはどうでもいい。問題はあの緑のゲロリーマンだ。奴だけはヤバいぜ。バットスネイル。よっしゃ来たなこら。ゲロなんか吐かせねえからな。やってやりましたふん。これで安心。あ、まだ嫌がったか。おい！やー、きついさ。くっす。あれ？なんだこの最新型の阻止装置は？もしかしてまだこの施設に、オーソリティがいる、ってことか？ちなみに皆さん、これに触れるとどうなると思いますか？多分皆さんには、想像もつかないすごいことが起きます。ズバリ正解は、死にます。わかってるよ！あらあら、やっぱ普通のスチールボルトは弱っちいな。早くダイナマイトボルトが欲しい。友や家族、親しみ慣れた生活に別れを告げ、アークの中で長い眠りにつき、あっという間の100年を、そして廃墟とか下道の世界にほっぽり出された孤独な私。なんだか、とても感傷的な気分。やぶな真似しやがって。
よいよボス戦ですが、戦う場所は、この狭いベランダみたいな場所です。ここから動けないんですね。ただ平行移動して、弱点を狙い撃つだけです。なんだかなぁ、もうちょっと広い場所で戦いたかったよ。いろいろと残念なゲームだ。胸に当てて、次に脳天に当てる、その繰り返しです。さっきも言ったけど、どうせ戦うなら、広い場所でのびのびと戦いたかったなぁ。狭くて息苦しい環境に押し込まれるのは、現実社会だけで十分だよ。け、おめえの攻撃なんぞ効かねえんだよ。でも、痛い、つったらやめてくれよな、頼むよ。じゃあ痛いっつったら、やめてください。やめてくれた。やめろって言われてやめる奴がいるわけねえだろ。よし、あと一回で行くな。お前の生物としての活動は今日で終わりだ。終わり小牧だ。ここで巨大なモニュメントになってもらおうじゃないか。いい観光名所になりそうだぜ。何すんだ、お前を芸術品に仕立て上げ、ふざけんな。お前を芸術品に仕立て上げよ。ふざけんな。工事完了です。何度も言うけど、ほんとこのボス戦はなんとかならんかったもんかのう。もうちょっと盛り上がりが欲しかった。やっと夏が終わったんやな。血まみれやだ、血まみれ怖い。ゲロまみれやだ、ゲロまみれ怖い。怖い。はい、お目当てのものを頂戴いたしました。では帰りましょうか。しかし、この部屋の設備を見る限り、やっぱり未だにオーソリティはこの施設で何らかの研究を続けてるんだな。ご苦労なコッテス。どうせまたあのゲロリーマンが来るんだろ。今度は食らわないからな。あれはほんと痛いし不愉快な気分にさせる攻撃だよ。あ、バカ野郎、この野郎、そんなトリッキーな動きはやめて差し上げろ。やめろってな、やめるやつがいるわけねえだろ。やれやれだぜ、ほんとひでえ目にあった。もう顔中クソまみれ。はい、ただいま。帰ったよ、バカ野郎。ああ、無事に戻ったようだな。よし、今からデフィブリレーターのアップグレードをインストールするから、じっとしてろ。痛みはない。あまりな。じゃあ痛いっつったら、やめてください。おい、痛えよ、お前、やめろ、話せ。俺の血管壊れちまうよ。よし、完了だ。さあ、これで回復能力が2倍になった。あ、そうだ、盗賊たちが発掘していたフェルトライトの使い道ですが、なんでも奴らはそれを圧縮生成して強力な爆発物を作ろうとしてたらしいです。以上です。協力してくれてありがとう。こいつを受け取ってくれ。なんだ、聞こえたか。また地下ポンプの警報だ。カールソンは何でもないことを。次は水道施設の点検か。僕はクラシアンじゃないぞって言いたいとこだけど、この砂漠地帯で水源は何よりも大事な場所だもんで、すぐに調べに行きましょう。とにかく何はなくとも水がないんじゃ生きてけないもんな。どうした。ようやく助っ人が現れたか。はっきり言って、これは極めてまずい状況だ。一体何が起こったというの。